AMC 企画第十一回本日は森田卿からの忘れられない贈り物パート3としてアメリカ弁護士で著術家の阿川直樹さんにお越しいただいています阿川さんは元ソニー株式会社法務部在籍時代森田卿さんの側近として共に出張や国際会議に同席されたと聞いております本日はその時の思い出やエピソードから 森田さんの人柄についてお話を伺いたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそ、えー、早速なんですが最初に阿川さんと森田清さんとの出会いについてお聞かせいただけますかはいあのー、私が森田さんに初めてお目にかかったのは、えー、ジョージタウン大学というアメリカのワシントン D.C にある 大学に留学しているときにたまたまあの森田京さんのご次男の正雄さんがジョージタウンにおられてですねで森田さんご夫妻がワシントンに息子の顔を見たいということで忙しい中で来られたときに給油を何人か飯をおごってやるというお話だったらしいんですがその一人に呼ばれて。 フランス料理店でおわりかかったのが初めてです。で、すごく緊張してですね、なんか世界のモルタと、えー、ご飯をいただけるということで、えー、なんか緊張して出かけた覚えがあります。確かそのフランス料理店でなんかエスプレスとか飲か何かを飲むときにもなんか大変困ったというようなエピソードがあったとお聞きしたんですが、<laughs> とにかく世界が違うんで、ええ、そのまず第一に 貧乏学生がフラフラランンスス料料理理店店の高級ななんか行ったことないわけですよね、うん、何食べていいのかもうよくわからないんだけども、うん、一番前行ったのはまあ洋食を右からねあのナイフからこうだん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 ぐらいは分かってるんだけど、はいえー、最後にエスプレッソを皆さん飲まれるというのでギョギョしくエスプレッソが出てきたんだけどもそうするとそのエスプレッソが出てくると皆さんなんかそこにあるレモンの切れっぱみたいなのをですねこう切ったのを。 ってなんかこうカップをギギシギシやっっててるんですね、うん、触って何してるんだかよく分かんないんだけどそれがどうも作法らしいというのでしょうがないから私も分かんないって言えなかったんでそのレモンの切れっ端を持って、えー、口がつく方なのかなちょっとギシギシ触ってそれから飲んだんですけど気が付いたらどうもあれはあの皮の方で。 こうなんか味をつけるみたいな私は逆をやっていたっていう <laughs> 絞ってたかもしれないっていうあで気が付いて誰も言わなかったけど<笑><笑>実にそういうことを知らなかったなっていうのがなんか変に覚えてますね、はい、その森武雄さんにはじゃあ雅夫さんを通じて知り合ったということなんですが正夫さんとはじゃあ日本におられた時からもご縁があったんですかいやちょ。 だけあって、うん、それはむしろその留学をきっかけに知り合ったんですけども、ええ、実は私の父とその森田さんとのお付き合いがあって、うんえー、どっかでお目にかかる父がですねあるいは母なのかなあの実はうちの息子がジョージ・タウンに留学することになったってことを 森田ご夫妻にお話ししたら、うん、あらうちの息子もジョージタウンにいるのよということになって<ー>それでじゃあ二人を合わせましょうみたいな勝手な話ができたらしくってあ親同士で勝手そうなんですよ<ー>で後で正雄さんも言ってましたけど<ー>迷惑の話だよねって東京にその時夏休みで帰ってこられてて<ー>で何か親がいっぺん会えって言われたから。 たっていいうののさんの言い分で私も親から言われたから来た <laughs> で森田ご夫妻からあるいはお母様からそのマクシムに何月、はい、何日に行ってくださいと、ええ、さっきのフランス料理の前,前,前段みたいですけど、ええ、マクシムなんか行ったことないわけですよね,ムすよね、ええ、あそこら辺はしょっちゅう撮ってるけどこの下がマクシムだぐらいは知ってたかもしれない、うんうん、それで森田さんが奥様がいわく とにかく、ね、全然気にしなくて「ただ来てくれればいいのよ <laughs> あの T シャツでいいの?」って,って本気にする私もバカなんですけど <laughs>、えー、T シャツとは言わないけど会計シャツ1つで行ったわけですよ。入れたんですかそれで、えー、レセプションで「森田さんとお約束があります」と言ったら「まあ、お客様ネクタイは?」って言われて「<laughs> そんなものはいらない」って聞いたんだから。<laughs> うん 言い張ってもよかったのにいや思ってませんって申し上げたら「うん、お貸しします」と言ってですね無理やりネクタイをさせられて <laughs> でマキシムのバーで何とか不審そうな顔をした、うん、あなた誰みたいな感じをした雅夫さんが来てで二人でしばらく一緒にいたと<ー>えいうのが森田家との最初の出会いで<ー>父はあのいろいろご縁があったので森田さんの話はもう嫌ってことで聞いてたけども森田さんの 森田正夫君に会ったのも初めてだしワシントンに行くまで森田昭夫さんと会ったことも全然私自身はなかったとそれ以後もずいぶん会ってないっていうそういう感じでしたね。そうなんですね,んですね阿川様の,あの,さんのお父様といえば小説家の阿川裕之さんですが、はい、そのお父様と森田昭夫さんは昔からこう知り合いだったんですか 一体い,い,いつからね存じ上げていたのかっていうことが私には定かでないんですよ。うんうん、気が付いたらその森田さんっていう言葉がうちの中でよく言われていて、えーえー、その記憶がとってもあって、うん、エピソードもいろいろあって、うん、でなんで全く違う世界の二人が。 あの割に親しかかったか、うん、あの父は本当に森田さんのこと好きでしたね,ね、えー、全然自分と違うから、うん、ただ一つはですねもうこれは明らかなんですけど、うんえー、旧日本海軍帝国海軍の出身だったっていうこと、うんうん、でまあメイド・イン・ジャパンにもいろんなところに書いてあるけれども。 森田さんは海軍の技術将校として藩大から物理やられて入られて伊深さんと会うわけですよね。ええ、でソニーを作るきっかけは海軍だった、うん、で父は文化系ですから大学繰り上げ卒業して、うん、その海軍に入って暗号解いてたんですね、うん、それでまあ恵まれた海軍将校で東京でまだ物資があった頃に勤めて で中国の戦火がないところへ行って一、うん、回も戦闘したことなくて仲間はたくさん死んだんだけども、うん、で東京、まあ、日本に帰ってきて作家になったんですが海軍っていううだけでででみんんんなななそそのの年代人は親しくなるすすよね特にその偉い人ではなくてね、うん、大学から海軍行ってあっという間に負けてしまったその濃密な時間っていうのが。 みんな何ともえず懐かしい例えば例を挙げれば中曽根元総理大臣なんていうのもそうですよね少し上ですけど、うん、でそれで多分ね海軍の集まりかなんかで森田さんを存じ上げたんじゃないかなと、うん、あるいはその付き合ってんかで会って話してるうちにお互い海軍だってこと分かったのかなとか多分ね僕はそこは見てないけど。うんうんえー 二人で集まれば海軍の軍艦はいくらでも歌 <laughs> ってたし <laughs> <ー>そ,のそういうことが共通のボキャブラリーまあいろんな話を聞いたけども森田さんのことを親父が語るので非常に印象に残ってるのは森田さんはとにかくね、えー、好奇心が強いと。 で父はそのの怠け者の作家でマージャンばっかりしててたまに働くと朝まで寝てて山の中に文章書いてるわけで人と会うのはうまい好きじゃないっていう、うん、そういう感じで片山森田さんも活動的にもうすべてのことをやっておらしい、うん、だけども共通点がいくつかあって海軍ともう一つは乗り物が好きだったっていうで。であの森田さんっていいんだよなって親父がある時言って。はい そうなんか乗り物に乗る話をするとすぐ乗るのは森田さんだと仲間の作家でね、ええ、遠藤周作とかね吉木淳之介なんて人はねいくらねあの海軍の飛行機に乗るとか言っても全然興味を示さないのに、ええ、森田さんだけはあのそういう話があるとすぐ行くっておっしゃると忙しいのに、ええ、で実際にそのある人に言われて。 当時日本近海に来てたカール・ウィンソンというアメリカ海軍の航空母艦今でも現役の有名な空母ですがそれに招かれてみんなで月へ行ってえ飛行服みたいなの着けてそれでまあジェット戦闘機のとは違いますけど一応いろいろ装備を固めてあの輸送機に乗って着艦して、ええあ。カール・ヴィンソンソに着艦を、はい でお昼を食べて<ー>で館長なんかとお話ししてそれで午後のひとときを見学して回って、えー、カタパルトから離間してて帰ってきた<ー>でその,その時一緒だったのが私の父と一緒ご一緒したのがその森田さんとか何人かいたんですけど<ー>、えー、辻調理師学校の辻先生がいらして<ー>みんなで話してるうちに。 あだけすごい経験させてもらったんだから、うん、それで昼間を昼間をごちそうになったのでリターンバッケットをや,やらなきゃいけないリターンバ稽古をね。はいで辻さんがフランス料理を艦長司令官を招いて <laughs> <laughs> やったというモルツさんも来られたって話を<ー>私はなんか嬉しそうに親父が話しているのを、うん、で私は想像なんですけどアメリカ海軍のメスってあのアドミラルでも 偉い将校でもまずいんですねそれとね、はい、辻さんの高級フランス料理かなり違ったと思うんですけど、うん、非常にその喜ばれたっていうことが親父には非常に嬉しかったみたいで<ー>飛行機を見たりとか、うん、車を見たりとか、うん、鉄道なんかにこう興味を示される、うんうん、森田さんというのはとても好意持ってましたね。 まあそういうようなご縁から、まあ、先ほどお話しいただいたアガズさんと森田正夫さんとの出会いがあったということなんですね。はい、ところであのそのワシントンで森田夫妻とディナーをされた後、うん、えと森田昭夫さんとはお会いにはなられたんですかいやあの会ったのはずっと後でで総理入社後なんですけどもあそうなんですねあの私はその若い時に病気をして。 あんまり体力に自信がなかったので、うん、そのこわごわ学校へ行ってたんですけどそれも遅れてねかなりね、うん、いろんな事情でその何年か遅れてアメリカへ留学したの一つの理由はその頃はそはあんまりバリバリ働けないだろうからその研究者になろうかと思ってて。うんうん 大学院へ行くんなら学部の時にそういう機会があったらアメリカへ留学してみるのもいいとは思ってたらたまたま慶応で初めてジョージタウンとの交換留学制度ができて、うん、それで2年行って、まあ、1年を延長して、うんうん、で慶応の大学院へ帰ってくるつもりで2年行って帰ってきたんですけど、うん、いくつかのことが起こってアメリカにいる間になんかやたら元気になったっていう。うんうん えー、もう一つはアメリカの学生っていうのはなんか青白くてぼやしみたいなのばっかりじゃなくてみんな何とか苦学しても大学出て自分で働いて自立するっていう気概に満ちててね、うん、私の,そのクラスメートなんかでもそういう仲の役なったのにそういうのがいてんかここまで遅れて大学ようやく出て日本帰ってまた親父のすねかじって大学に行くっていうのも。 どうかなと思って迷ってて迷たんですね、うん、そうしたらばそのある時親父と、えー、森田さんが電話で話す機会があって、うん、父の書斎立て自宅の一部屋ですけどそこで親父が森田さんと電話をしてた時に、うん、まあ私は森田さんにお世話になったってことを、うん、あるいは正雄さんにお世話になったってことを親,親に伝えてましたから「うん、おいお前 森田さんだぞって俺を申し上げろってこうやって突然だよ突然そこで突然最初からこう緊張してましたとかいうじゃなくて突然話せってこうですよね、ええええ、いやー大変ワシントンでは正夫さんにお世話になりました、うん、ごちそうさまになりましたって申し上げたら森田さんせっかちでしょでねせっかちだからせっかちじゃないせっかちですねそのそれでね君君 日本ですね、えー、で実は迷っていて大学院へ残れってだあの大学の先生はおっしゃってくださって、えーまあ、それが70%ぐらい可能性としてはありそうだと、うん、その70%がや,やや下がりつつあって、えー、就職したいけども当時ね70年代のまあ後半にねアメリカの大学で日本の大学出てなくて。 年3年遅れてて<ー>で4月入社の後にあのに就職活動するってのはあり,り,ありえない <laughs> <laughs> でいろいろしてる時に森田さんから電話があって<ー>「君学者になるもったいないね」とか言われて<ー>「うちに来ないか?」とか突然電話で言われて「電話でオファーが? <laughs> あ」あオファーじゃないと思いますけど「うん、うちに来る,ることを考えないか?」と。 それで当社は大学がどこだとか外国だと一切気にしないと、うん、で君みたいな人間に興味あるからとにかく人事部の人に会ってくれって言われて、うん、それでその五反田までどころこ出かけていったっていうそれがきっかけになって<ー>気が付いたらソニーに入ってたっていうへえもう全くじゃ入る気もなかった全くなかったですね<ー>でけしからんことにですよ<ー>世界のソニーですからね そのまあ、文化系よりも理科系の方が人気が高かったかもしれないけどとにかく大変な、えー、人気のあるところで,、うん、でそこにその会いに行った人事部の課長さんに「実はこのれ頃こ,れこうで今日来い」って言われたんですけど総理 <laughs> に全然興味がないんですけどって言ったんですか <laughs> 人事担当の方におっしゃったんですか <laughs> で全く就職考えてないんですけど、うん、まあどうしようかって迷ってますって言ったら。 この人事部の課長さんの一言がやっぱり大きくってそれは「君はあの森田さんにそう言ってもらってここにいる」っていうのはあのそれはそれでわかるけれどもおっしゃる通りおっしゃるとおり私が言うとおりその何もソニーに入社する義務は全くない。 ももしなならやめても構わないと思うよ僕は森田さんに言われたからってことは考えなくていいと、うん、でも入りたかったらあの我々としては考える「ただね」って言われて、えー、これは一つの縁だから、うん、縁というものは人生そんなにあるもんじゃないので、うん、それは大事にしなさいねこれからもやめてもって言われたんですよ。うんうん この人いいこと言うなぁと思って考えてみたらこれも縁だよな <laughs>、うん、でその上に彼は私の顔にはソニーに買い来るって書いてあるとこうまいこと言われてですね <laughs> それで、うん、それで考えましたね、うん、確かに病気で遅れてて就職はあんまり熱心でないのにこうやって言ってくださる方があるというのはね、うん、え非常に 恵まれたことでもあるし全く考えなかった道に、えー、進むっていうのはもしかしたら人生全然違う道に進むっていうことでも新鮮かもしれないと思って、うん、しかも森田さんから電話で「君ね嫌だったら3ヶ月でやめていいんだから」って言われたわけですよ。えそうなんですね <laughs> っていうのは後でよく分かったんだけど。うん 今はどうかわかんない労働法でどうかわかんないけど三ヶ月の使用期間となった <laughs> 会社は三ヶ月以内にダメだったらやめさせられるんですよ <laughs> で考えていたら私の方が辞めてもいいんだけど、うん、辞めない前提でみんな来るわけですよね、えー、そうか辞めてもいいなら三ヶ月でようがなって真剣に思いましたね <laughs>、えー、それでその年の九月に途中入社みたいな形で入ったと そしてソニーに入社された川さんはあの米国との通商問題等を担当されたとお聞きしたんですが、はい、最初にソニーに入ることが決まっていろいろ手続きがあった時に君は何がしたいんだって言われて、うんね、そのさっき申し上げたように就職した理由はですねソニーに憧れてでもメーカーに憧れてでもその偉くなろうとかいうことでなくて。うん これまで親父比較的恵まれた病気をしたのも不幸だったけれども、うんえー、親父に金銭的な心配はなかった、えー、私がいつまでも独立しないっていうことに対するその典型的なその親に対する反発みたいなのがあって親から独立したいっていう一心でねいっぺん独立しようかと思ったわけですよね。うんうん それで当然、就職して何をやらないやるとかいうことは私はありえないと思ったから、うん、その営業でも製造現場でも何でもしますって言ったんですよ、本当に本気で。うん、いやホームがやりたいとか、ねはい、英語が使えたら一切言わなかった。はい、で、営業でね、なんか量販店からか行ってこれそうにいいですよとかいう経験しないといけないと思ってたんですよ、うん、真面目に。うんえー 戦争現場行っても技術が分かるかどうかはちょっと別ですけどね、うん、人,人事とかいろいろやらないとダメだと思ったんだけど今英語ができるしワシントンにいたから、うん、その通商問題関係の仕事をしてほしいということで、うん、当時その法務部と一緒ほとんど一緒のように仕事をしてた社長室っていうところがあって、うん、そこに配属されて。 で通商問題って一言で言いますけど簡単に言えば当時その日米関係の経済通商摩擦っていうのは家電を中心に起こっててその次は半導体ですけどカラーテレビの輸入規制とか輸出の調整とかいうことをもう嫌ってほどアメリカから言ってきてちょうどダンピングとかたたダンピングとか、うん、総裁関税とか、うん、それから輸出量規制とかいろいろあって。 それをその担当する部署に配属されて、うん、え最初本当に四年ぐらいそれを嫌っ野党でやりましたね。あそ,うなんその、えー、業務の中で、その留学二度目の留学、そのさらに法律をこう、うん、アメリカで勉強されようというふうに思われたんですか。まあそれだけが理由じゃないんですけど、えー、その通商問題やるその政府と政府の間の あの交渉とかあるんですが各個の企業はそれぞれその、まあ、政府から訴えられたというかいろんな形があります、うん、あの個別の企業から訴えられて裁判になったケースもあれば、うん、それから政府同士の輸出規制半導体の時も車の時もあったようなことがあって、うん、だから通産省と協議するんですが。うん ソニー個別のダンピングの問題とかいうことはソニーのアメリカのロイヤーと相談していろいろやらなきゃいけないんですね、うん、でそこでアメリカのソニーのために働いてくれるアメリカのロイヤーといろいろ交渉したり細かい連絡をしたりするのが私のところ全部来たわけで、うん、そのかなりテクニカルなことで英語でやり取りをするのが、うん、もっぱら私の役目になったっていう感じが。えー で大きかったらそれだけだったらどうってことなかったんでしょうけどもあの当時1980年ぐらいだったかなこっちに書いてあるかもしあのメイド・イン・ジャパンに書いてあるかもしれませんけど通称摩擦が70年代から80年代にかけて特に80年代に入ってだん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 大きくなってきたわけですね、うん、最初先維だったのが風になり半導体になり車になっていくわけで、うん、あるいは鉄鋼になっていくわけで。 でその日米間の通商摩擦が下手をすると日米関係全体に影響を及ぼしかねないというのでカーター大統領の時に大平総理との間に日米賢人会という一種その第三者委員会みたいなのを作っていろいろと日米通商摩擦をひどくこじらせないために何をしたらいいかという。 と考える会っていうのができたんですね。うんえー、通称通称というのは普通の名前でいうと懸人会議って言うんですけど、うん、あの正式には日米経済関係グループとかなんとかそうあの調べればわかりますが、うん、そういうのができて森田さんがメンバーに選ばれたわけですよ。うん、日本側のリーダーはあの牛場さんっていうあの外交官出身で。 えー、通商関係の交渉を何内閣だったかな大臣にまでなられた方ですけど有名な外交官であと大臣官吟の頭取とかいろんな方がいらしてまあでもそんな多くの方4人ぐらいだったかな日本側がアメリカ側も4人で、うんえー、いろいろと会って相談してそれを事務方が報告書にまとめるという、うん、で誰かこれやる必要があるというので。うん 突然私のボスのところに、えー、天の声が降ってきてあそこにいる「あが」ってる使わせろって言われてあ森田右京さん本人からそれで、ね、え上司も「君これやってくれ」って「<laughs> ただしこっちの仕事サボるんじゃねえぞ」って言われてそれでもう両方じゃあ両方して片方でダンピングの計算とかいろんなことやりながら、うん、片方で突然その 日本のアメリカ製自動車の輸入問題なんてもあるわけですよね <laughs> でこういうのはどうなってるか調べろとか言われて一生懸命調べてあげたりしててでもまたねそこら辺から森田さんとの直接の付き合いっていうのは本当にダンピングを計算してる時はね会長なんか関係ないですよやるわけないですよ。ごもないと思うやってくれっていう話 えーまあ、森田さんは何でも知りたがるからたまには説明したかもしれないけども、えー、でこれはもう森田さん自分でかなりやる気になっていてそれ、うん、でいろいろ言いたいことあるんだと、うん、だから手伝えって話でしょ、えー、でここら辺が森田さんらしいんだけどもめちゃくちゃ言うわけですよねそのいろいろ話聞いてこいとお前とねそれ、えー、で本当はどうなってるのか アメリカかかから車輸入するのの大変なのかどうか海外からついては「柳瀬さんに電話するからお前行ってこい」とか言われるんですよね。僕ら目の前で電話取って「いろいろお世話になってます」あの「アメリカ側が日本の輸出規制輸入規制がうるさくてなかなかアメリカ車売れない」って言うんだけども本当かどうかお話一度伺いたいんですけどついて「わがってものを送りますから」とか言ってですね よろしくとこう言ってですね私が行くことになっちゃうの柳瀬自動車の会長ですよ向こうは <laughs> こっちは入社2年まだ2年の20代 <laughs> 20代ギリギリぐらいで<ー>で行くとね向こうはびっくりするわけですよなんだこいつと <laughs> でねどうもそういうなんか向こうが驚くことを楽しんでるのが森田さんみたいなところでこれはね、うん、私だけの経験ではないんですよ もうう代々そうなんで、えー、特に初期は20代でみんなこうどう偉いことやってる大木さんでもそうだし柚木さんなんかでもそうだけど、うん、それを見てるのが面白くて一番びっくりしたのは富士銀行の頭取までやった岩佐さんっていう人の、まあ、相談役っていうけど厳然とした偉い人のところに「お前行ってこい」とか言われて向,向こうはね平が来ると思ってないですよね。 うでソニーと違って最初行くとこうお待ちしてもおります」ってこんなになっちゃうでしょ、うん、それで岩瀬さんの定席に座れてあってやられてねかみ座に座れって <laughs> そうはいかないって言ったんだけど <laughs> <laughs> とかいうことをやって、えー、なんかね森さん楽しんでるんですよねでそんなことでまあ二つの役目一つはただの秘書ただの秘書っていうんじゃなくて こう細かいことをお手伝いするっていう意味の純粋のアシスタントともう一つはややリサーチャーみたいに事実を集めたりしてその報告書の一部を書くところまで私はやりましたけどもで森田さんが一番言いたかったのはなんかアメリカが日本が悪い悪いって言うけどお前んところだって通称障壁いっぱいじゃないかとロイヤーだと訴訟だと言うんで。 「リーガルハラスメント」っていう題で、えー「意地悪してる」っていうことを言いたい俺はってってんで<ー>その係になっちゃったわけですよ。<laughs> でアメリカ側のロイヤーはね「それは言いがかりだ」って言ってものすごい激論になって、うん、報告書でも最後までもめたんですがでその背後でなんかいろいろ言わせてたのが私だってことは事務局にバレてまして <laughs> <laughs> で私しょっちゅう出張ご一緒したんじゃないんですけど。うん あのサンフランシスコで最終報告書の草案を作るっていう会議があって「ついてこい」って言うんで飛行機の中で「ちょっと打ち合わせしよう」とか言われるんですよね、ええ、飛行機の中で「やったーと一、ええ、等に行けると思って、ええ、でここは森田さんでじゃあ伺います後で」って言ったらい,いけないけど森田さんが「来い」いって言ってるってジャルも許してくれるだろうと思ってね。うんうん いよい僕が行くからってエコノミーまでしちゃう <laughs> ですエコノミーで調子してましたねえー、であそこら辺も森田さんだと思いますけどこうこ、ん、こう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 書いてありますけどこうなんですとわかったとか言ってでサンフランシスコで会議が始まって最終報告書なのになんか森田さん細かいこといろいろ言うんですってここは違うとかここはこう言いたいとかね、うん、で事務局長やったのがその日米関係をいろいろと やっておられた山本たなしさんって有名な方で。日本国際も、日本、うん、なんだっけな。国際交流センターとかいうところの、ずっと。日米関係を良くするために、働いた方ですが。その方が、森田さんが。最後にまとめることは大事なのに。うるさいこと言うんで。<laughs> あれ、全部、はががいけないんだろうっていう話になったらしくて。あ,あ、周り、周りの方が、皆さん。午前三時に寝てたらですね、うん、電話かかってきて。 森田さんねああいう細かいこと言わせるのは「お前だろ」うと言われて「お前 <laughs> 何が大切なのか分かってない」ってガンガン怒られて「<ー>これをすぐやめてくれと」とまとめないとダメなんだって日米関係かかってんだとか言われて、うん、朝森さんの部屋行ってトントンで「あのお,お茶でも飲もうっ森さんあのこれこれこういうことなんで打ち方やめ」で行きましょうかって言ったら <laughs> <laughs> そこは今考えるとね 森田さんって若い人の話ちゃんと聞かれると思うんだけども分かったあその一言ではまあ説明はしましたけど、えー、そ長い説明したわけじゃないですよ。うん、これにかこういうことでこう言われました僕は山本さんが言ってることは意味があると思いますけども、うん、って言ったらば分かったやめるそれでまとまった。えー、で僕は二つのこと感心したんですけど一つは。 その企業のアシスタントを怒鳴ってまで成功させようとする山本正さんの迫力 <laughs> でそれを聞いて大事なことは何か私は全然目にないわけですよ、うん、細かいことばっかり言ってるんだけど、うん、それをこれ以上言っちゃいけないってことを私が初めて申し上げたらそれを理解してすぐに決めて私の言うことを聞いてくださった、うん、意地とかいろいろあるでしょ、うん、カッコもつけるし。うん それを分かったってすぐおっしゃって実行された森田さんって後から考えるとすげえなっていうのが一番の印象でしたね。ああいうセンスってないな僕にはきちんとこう情勢を判断しててあっっといいうう間に決められるっていうね、うん、その後、えー、2度目の留学をされる時はこれは森田さんにもお話しされたんですかいや全然しません しませんというか、<ー>最後までしませんでした。最後になるまで話さなかった。うん、で、なぜかというと、うんえー、4年いて、それで社内の留学の制度があるんで、うん、もう今だからもう率直にお話しますけど、最初はですね、そのそろそろ疲れたなと、<laughs> 多忙に2つのお仕事を同時に飽 <laughs>、ね、きやすいっていうかね、<laughs> 私は真面目なサラリーマンじゃなかったんで。<laughs> そのちょっと息抜きしたいなと思ってアメリカは帰りたいわけですよね前からね 2>,、うん、2年間留学したからねしたら1年間留学社内から選抜してやるって言うんで1年間どっか行って、うん、そこで頭に浮かんだろうが通商法のが、うん、今からもずっと通商法をやるとしたら、うん、それを体系的にちょっと勉強したいから、うん、でいろいろ考えたんですが、うん、たまたま あるアメリカ人のロイヤーに日本で会った時にアメリカというのはいろんな特徴があるけどもロイヤーがいろんなことやってるっていうのは一つの特徴で君 JD に行くっていうのは特にワシントンで JD に行くっていうのはそういうその有力なロイヤーや有力なロイヤーの卵に合うのにこんなにいいことはないから、うん、ソニーにとってもいいことだと思うんで私はソニーの人も知ってるから勧めといてやると言われて。うんうん 私はそんなこと全然考えたこともなかったし知らなかったんですが、うん、で3年ということでこれは多分実現しないなと、うん、会社から3年というのはよほどできるその技術系の人は別かもしれないけど、うん、なかなかないと思ったから、うん、で長い話を短くすれば結局3年生かしてもらってで最後にその出張の時ちょうどワイズマンやってたあの 検事会やってた頃ですからその話が途中で出て君その「本当のロースクールに行くのは4年かかるんだって」とか言われて「えー、いや3年です」とか <laughs> っ言った覚えがあって、うん、私は知りませんけれども多分森田さんの意向もあって生かしてやれと、うん、ただしここから先がまた森田さんらしいんですが、えー、行くんならワシントンのロ,イロースクールに行けと。うん その東部とか西部の不便なところにあるのはダメだと、うん、なぜかというとワシントントにいれば使えるかなじゃあもう留学行くだけじゃなくて現地で働け働きながらで <laughs> 実際に働いたんですよね,あそうだね例えばですけど新しい案件が起こって、ええ、弁護士が必要だと言うんで面接を私が学生にもかかわらずやってたとかね、ええ、そ誰を採用するか。ええ それから半導体のことでこれ初期の半導体の問題だと思いますが動くからいろいろもんクレームが来てでモトローラっていう会社の会長が日本でアメリカ製の半導体買わないってことに文句言ってきて半導体メーカーが中心に対応してたんだけどソニーも半導体やってるしモリトさんがヘッドになって。 でハワイであのガバメント・トガバメントではなくて民間企業対民間企業これねやり方によってドッキン法上の問題があるんでドッキン法上ドキ法の強い弁護士に一人来てもらってやっちゃいけないことやらない、ねうん、例えば告白なんかにして話るないとか、うん、いろいろ微妙だでお前も出ろ」って言われて授業が終わって。うん そのまま空港へ向かってハワイ飛んでワイキキのホテルで一回も海見ずに仕事したとかね <laughs> <ー> <laughs> 受験勉強あの試験があるのにできないとかねそういうの結構ありましたねもうじゃあ授業と仕事でこう出張行ったり来たり <laughs> いやそれほどではなかったですけども幸いに遠い,遠いから<ー>そうしょっちゅうは呼ばれないんだけども、うん、そういうことが何回かあったかな、うんうん、はい。 そそしてその、まあ、3年間の留学を経て帰国されてそして部配属にな,、はい、なったんですよね、はい、そこからまたさらに忙しい日々を過ごされた <laughs> というお聞きしたんですが当然なんですけど、ええ、お前、ロースクール行ってきたんだろうと、うん、だから今度は法務部でやってくれとそれですごく正大変正直なことを言えばロースクール行ったからって法務部の仕事できるわけじゃないんですよ。 あそうなんですか、うん、それはつくづく体で分かったけども、うん、あのまず第一に日本法をやってないわけですね、うん、第二に法務実務をやってない、うん、つまりどういうことかっていうと自分の会社のものをちゃんと知らないそれ、うん、から技術的な問題とかを知らない、うん、そういうことを全部勉強しないとできないんですよ法務部の人って、うん、弁護士は違いますよ弁護士はそういうこと説明を受けて、うん、はいはいこうですって。うん ホーム部員はそ,のそれができないとできないからホーム部たたらまた勉強をやり直しですよねあ<ー>、えー、例えば恥ずかしくすぎて言えないぐらい恥ずかしい話があって、うん、あの韓国のメーカーと OEM 当時は日本強かったですから、うん、ソニーのブランドを韓国のメーカーが作ってくれる、うん、でその契約書を作る仕事をしててで歌詞の問題はどうするんだ歌詞の問題はって。 部部長長が製造サイズの部長が菓子って何だか分かんないですよね,ねその契約書上その何か重大な欠陥があった時にどういう保証をするか<ー>これが製品の菓子とかなんとか言うんですが、うん、民法上はね民法やってないか分かんない、うん、お菓子がどうしたんだろうみたいな感じで英語で言われれば全部分かるんだけど日本語だとそれを勉強するのも大変で東南アジアとか韓国なんかのメーカーと。 いろんな契約書を結ぶのをゼロからやって、うん、で、みんな本部の人は初先輩ものすごくできる人で、うん、こんなもんだめだって言われて、うん、で考えてみたら当たり前ですけど学校じゃ契約ななんか書かないんですよねね、うん、<laughs> それもも東アジアジの、ねうん、もう相当のもうプレッシャーの中でこうお仕事をされてたような感じがするんですか、うんあの いくつか理由があると思うけども一つにはその3年留学させてもらってその後ちょっと、うんえー、ニューヨークのロファームで、えー、実習をしたりなんていうことで、うん、特段の,あのお計らいをいただいたので、うん、すっかり体がねそうすると組織で動く日本人から若干離れて外れてですね、うん ただね、うん、それは自分で意識しててねそうなんないようにって頑張ってるんですね、うん、あれ私自身の笑い話ですけどソニーに初めて入った時お前アメリカになりすぎだってずいぶん言われたんで友達に庶務、うんえー、の人にね最初の職場で初日ですよあのお寺行ってもいいでしょうかって聞いた覚えがあってねお寺お手洗い。あお手洗い <laughs> したその人が大人物で「いいのよ阿く君んか言ってもいいの?」って言われたっていう覚えがありますけどね <laughs> だからそれなりにその日本の企業にのまあソニーも日本の企業だから、うん、ある意味その礼儀とかいうことを守らなきゃいけないって2回目帰ってきた時も思ってんだけど、うん、どっかでそのそういう重圧に耐えながらやってるから自由が欲しいみたいなあるんですね。<laughs> それと もともと体が弱くて、うん、え働きすぎたのと精神的な上司とのプレッシャーとかあって、うん、あのちょっとちょっと深刻な病気の種みたいな見つかって、うん、で僕はその時本当にこれはちょっと大変で、うん、もしかしたらあまり長く生きられないかもしれないと思ってであ、うん、ったらもういっぺんワシントンに帰りたいっていう、うん、そういう気持ちがあって、うんうん、あの ななて言ったらいいのかな森田さんにものすごくかわいがっていただいて <laughs> 来用されてるってのも分かってるし、うん、みんなによくしてもらってるっていうこともあるし周囲から見たらあいつ恵まれてると思われたと思うんですが、うん、一方でなんか私自身が性格いけないんだと思うけどそのそこの息苦しさみたいなものがあってもともとそういうとこあるんですけどそれである朝 あの辞めた先輩に聞いたらソニーでいくら辞めたいって言っても森田さんがいいって言わない限り無理だって言われたんでトップから行くしかないって言われたんで<ー>ある朝森田さんに時間を10分だけもらって、ええ、で私は入社以来もう10年近く経つけれども一度も森田さんに私のことをお願いしたことはないと思いますと、うん、そんなことないかもしれないですけどね、うん、でもそう思ってたんですよ。 で、ロースクール入った時もソニーのために役に立つ科目ばっかり取ってた後、うん、年学者になるんだったらもっと別の取り方があったんですけど、うん、無理して税法とか取,取ったりなんかして何にも覚えてませんけどね、うん、<laughs> でそうだなぁとおっしゃってで、今日はお願いなんですけど実は辞めることを許していただきたいとずっと堂々と申し上げて、うん、森さんご機嫌悪,悪かったんでそれ以上言わずに帰ってきた。 <あ>っだってそれ以上言うことないで,すよないですよね,ね,えねえ森田さんみたいな話じゃないから、うん、でそれだけ申し上げたくてって言ってすぐ出たけどもやっぱり森田さんはショックだったんじゃないかな、うん、メイドインジャパンの中にあのもっと早い時期にアメリカでソニーアメリカを作ってあの非常に買っていた社員がある日 いいとこにでできたんやめますって,言ってとても朗らかにやめてったと、うん、自分はそれに非常に心外だった、うん、これだけそのいろいろまあ期待してたのにっていうとこあってアメリカ人だからしょうがないかみたいなとこあったみたいだけど、うん、日本人にもそういうのが出てきたっていうて <laughs> これは大変な裏切りだっていう感じがあってそれもお世話になってますからね。うん ずっとレイグされてたら別ですよ、うん、だけども私自身ものすごいそこまで行く間に葛藤があって、うんえー、熱出しちゃって5キロぐらい痩せちゃったのかなちょっと熱出したこともあってね、ええ、でしばらくアメリカに休暇をとってその夜逃げちゃってね、うん、でほとぼり冷ゃないんだけど帰ってきて。うんうん またいろんな人と話したっていうそういう経緯がありましたけどね、うん、今に至るまで人生で一番難しかったことですね、うん、あのみんなにとんでもないことだっていろいろ言われたけれどもその通りですもんねその通り。私に弁解の余地は何もない、うん、何もないけどもなんか阿川っていうのはいい人だっていつも言われてたんで 本当に悪者に俺これで慣れたなみたいな感じがありました、ね <laughs>。でも、そのそこからまあ、すぐにこう退職できたわけではなくて。実はいろいろとこう数ヶ月。かかった、ね。私の。周囲でも。会社で留学させてもらって、帰ってきてすぐ辞めたっていうのは何人かいるんですよね。ね、うん、そうなんですね。うん、結構いましたね。うん、で、そういう人は。大体どうなってるかと。会社を驚かせて。お前なんかすぐ出て行けと言われ。 で3日ぐらいでドーッと消えてるんそしたらそこがまたソニーらしいんだけどもホームだとか社長室とかその辺障害とかを管轄している専務の、まあ、重役さんがいてこの人はまた海軍なんですけど私いまだにちょっと怖いおじさんだったんだけど呼ばれて「やめ、うん、るんだって」と。 とんでもないやつだと <laughs> 言われてもうずっと頭下げてるしかだからお前はなんか変にしつこいとこがあるからやめることをやめろって言ってもやめないだろうとしょうがねえなとやめるんだったらこそこそやめるなって言われたんです意外だったんですねこれはねご迷惑になるから早くいなくなった方がいいのかなと思ったらなぜかというとねお前ねお前これからも生きるんだろうと。 社会に関係があったら必ずソニーの人に会うし必ずソニーの縁があるから、うん、そこから逃げられないぞと。うん、でこれでこそこそ逃げたら、うん、あいつはああいうやつだっていうことが一生ついて回るぞだからしばらく行っていいからみんなに心から謝ってやめろって言われた それで私がまたのんきっていうかいい加減なとこあっていうか生意気なとこあってそうだなと思ってじゃあ仕事しないで2ヶ月かなんか3ヶ月かなんかみんなに会って帰ろうと思ってもう製造から営業からソニーアメリカの社長からそのトップの人たちから一人一人時間を頂い,いて。 っ、はい、って,待ってますよ、ね、それで当然ですけどとんでもないことをしてね本当に反省してるのかとか <laughs> ある偉い人は「お父さんは何て言ってんだ」とか言われて関係ねえと思ったけど <laughs> <laughs> あやっぱいろいろその場その場でいろんなことを。<laughs> ただね今でも感謝してるのは、うん、その好意的に。 好意的になりようがないんだけども。好意、うん、的に見てくれる人もいたんですよね。<ー>例えばある条約はね、この人がそのソニーの中でどうなったかってことは今わかんないんだけども。あの。そろそろ潮時だよな。って <laughs> 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 ある人に話したら。君やめるのか。そうか。実は僕もやめるんだ。<laughs> そんな話をしてください <laughs> から私の上司はねその時僕らに知らない間にそのホーム部門を外されるってことが決まってて<ー>さっきお話した上司と別ですけど「うん、なるど俺の話を聞いてくれよ」とか何とか言ったとかねいま<ー>だにお付き合いありますけど大尊敬してる上司ですけどそのいろんな人がいたけども。 これもソニーらしいなとでね面白いことは辞めた途端にね人間って何か起こるんですよ辞、うん、めるって言った途端にまだ辞めてないんだけど、うん、こいつ辞めるとそして、ね、ある世代あるグループの人にとっては私はもうライバルでないんですよカウンター外なんですよ辞<あ><そ>めると言ったらソニーのメインだったかもしれないけど、うん、ソニーのメインじゃないから、うんうん、だけど 昨日までで一緒だっったから、うん,みんな知ってるんですよね、ええ、愚痴を言うにはこんないい相手はない中 <laughs> <laughs> のことも知ってるし自分のライバルでもないからっていうので。本音のことを嫌ってほど聞いて <laughs> そうかソニーって一つにまとまってるように言ってるけど個人はいろんなこと考えてるんだなことつくづく分かって、うんうん、私がそのソニーあの森田さんにその最後かなんかに伺った時には。 森さんは少なくとも表面上は諦めてくださったっていうかアガーを気持ちよく送り出そうと少なくとも努力をしてくださるつもりになられたらしくて「君ねあのワシントンのローファームに行くんならソニーの社員がもう一人ずっとワシントンにいると思ってあのどんどん使うから」って言われてね。<ー>でもうこれでグッと来ちゃって で,で隣の部屋が伊深さんの部屋なんですけど、うん、僕は伊深さんと仕事したことは一回,回もなくてお話しても全部で10分ぐらいだと思うんだけど、うん、ずっといつもその前一っ期待来たりしてるんで、うん、古い秘書さんが「伊深さんに会ってらっしゃいよ」っておっしゃって、うん、ちょっとだけお邪魔してサインした本をいただいたんですけど。うん かその本昨日も見てましたけどねうん「阿川、うん、君はいつまでもソニーに縛っといちゃいけないよね」って言ってくださったんですよどこの会社にね社員が勝手に辞めるのにね、うん、本をくださってね「縛っといちゃいけないよね自由になりなさい」って言ってくれる人がいるかと思ってその時はワンわん泣いたんですね その後もずっと続いて僕は大使館に行った時もソニーの人たちが集まって送別会やってくれたりその2か月終わって辞める時も送別会やってもらってますからね<ー> <laughs> 変な変まあ悪悪,悪人をどう処理するか非常に合理的に言えば <laughs> これってソニーに王を感じないわけがないでしょうねっていうね そういういことで私はその後もずーっとずーっとソニーとの縁を続けて、まあ、もちろん世代変わっちゃったからうん、うん、今の若い人は一部を除いて知らないけども、うん、みんな偉くなってるけどもそのソニーっていうのは私にとって大きいのはその理由ですよね、うん、そして赤川さんはそのソニーを退社されてから。 森田さんにはそ2回お目にかかってて辞めたのが87年ですぐアメリカ行ってしまって91年まで帰ってこなかったので91年にその事務所の東京事務所をまあ半分任されてアメリカ人のロイヤーと一緒にやってたんですがその頃九91年2年ぐらいかな。 そのソニーの人事部から電話がかかってきて、うん、それであの今でもやってるかどうか分かんないですけども就職シーズンに備えて、うん、リクルートがいろんな、うんえー、出版をして就職をどうやって、ね、勝ち取るかみたいな、うんうん、で特に大企業の場合にはその会社だけに絞った特別号みたいなものを出されて。 当然その企業側が協力してるんですけど入社希望者にをターゲットとした出版物、ええ、そのソニーっていうのがあってその関東で「森田さんと対談してくれないか?」って言われたわけですね。やめたご本人と <laughs> で私ね真面目に聞きましたよ。あなた二つ ご存知じゃないことがあるかもしれないから、ねのため聞きますけど。<laughs> ええ、私ソニー辞めたんですけど、いいんでしょうかって言ったら、<laughs> あ、いいんです。ええ、第二の質問は、森田さんは、このことご存知なんですか。オーケーなさったんですかって、え、オーケーしておられます。私個人としてはね。森田さんが、私に会う気になってくれたってことが。うん、涙が出るほど嬉しかったですね。うん、だ、そうでしょう。 最後までやっぱりわだかまりは終わりになって3年4年5年経った時にあああと話してみるかって思われて、うん、でたまたまその日あの忙しいいつも忙しい森田さんの次の約束がなくなったんで私はなぜか時間が生まれて初めて二人きりでそうね1時間近くかな40分ぐらいかな二、えー、人で話をしたんですね。えー 細かいことは、まあ、記録はどっかにあるんでしょうけども,も私は少しはサービスしなきゃいけないと思ったんで、うん、森田さんそのソニーに新しい若い人を入れるときに何が一番大事ですかって森田さんどういう人が欲しいですかもうね間髪を入れず、うん、君ね君ね好奇心のあるやつ、うんでね、好奇心がないやつダメだめだ、うん、好奇心って例えば どっかでね、素敵な車見たらねあれは何だってすごい気になるやつ空を飛んでる飛行機見たらあれは何だって思うやつ、うんね、それからいいカメラを見たら、ね、これはどうしてこうなってるのか、うん、このカメラ何だろうっていうことに興味が湧かないやつはダメだ俺は好奇心の強いやつが欲しい、うん、なんだご自身どうりだろうと <laughs>、うん、<laughs> それでさっき申し上げたように 飛行機を見て軍用機なんかを見て興奮するっていうねなんかある意味子供っぽいようなところが森田さんにはあって、うん、親父もそうだったし私もそうなので飛行機をずっと見てる人ってすごくこう愛するんですよ私は。うん、<laughs> でそうだろうなあって思って、うん、森田さんっていつまでも若いんだなと思いましたね。うん でも、それは私にとって非常な天気で、うん、こう常に何かを心の中で追っていたのが、うん、それで解放されたとは思わないし罪がなくなったとは思わないけど森田さんがその時私を許してくれたのかなっていう感じがしましたよ、うんうん、しましたし、うん、そう思わせてくれた森田さんの大きさかもしれない。うん 退職阿川さんが退職されてから本当もう数年経ってるのにやはりずっとやっぱおお頭の中に阿川さんがおられたんでしょうね。どうなんですかねそれは僕は知らないけども、うん、たまになんかレセプションかなんかで最初の頃ですよね辞めてすぐに会って、うん、ここにいらして僕もいるんだから何か言わなきゃいけないと思って近づいてって「うん、ああっ」って言われたぐらいのことはあったけど、うん、話をする雰囲気ではなかったし。 もともとね僕正直に言うと森田さんと非常に近いいと思います近かったと思いますけど、うん、自分で言うのは変なんでこれ本当だと思われる人と思わない人といるかと思いますなんか慣れなしいところもあるから、うん、だけど森田さんに必要以上に近づくことは遠慮してたところもあるんですね。うんうん、上司だし、うん 仕事のことでは何でも話すけれどもそれ以外のことをペラペラ喋ったことはあんまりなかったので、うん、今度は辞めた阿川とソニーの森さんですよ。ある意味ではなんか初めてこんな話したなっていう感じがあったですね。別にねその偉いっていう関係は変わってないですよ私にとっては永遠にね。偉いだけじゃなくて一人の人間として大好きな人だったから。 その人が呼んでくれたってことは私にとってはとても大きくってそのあとしばらくして病気で倒れられたんでやっぱり疲れておられたなってその二人で歩いていたっていうか出張で車に乗ったりした時に、うん、あれだけこう生き生きとこう社員と話したり他の人と話してる人が寝ちゃうっていう場面をね。車の中で やっぱり森田さんずいぶん無理しておられるんだなと思ってたんで倒れ,られたたそのこと考えましたねうん、うん、森田さんはいつまでもいつまでも若くて何の変わりもなくずっとや,やっていたかったのがあそこで体にきちゃったのかなって思ったことがありますね、うん、その森田さんが倒れられて、えー、お見舞いにもい,いやお見舞いに行こうと思ってたまたまそのソニーの関係で。 非常に親しくしていた人と私がある時ハワイに一緒にいるってことが分かってそれでじゃあ森田さんハワイで静養されてるからあのお見舞い行こうよっておっしゃったんですねその経団連の方がね事務局だとで私は電話かける立場ないんだけど彼は奥様に電話して聞いてみるで2人ともとっても楽しみにしてハワイに行ったら それを、OK、いただいててたのかかどどうかよく覚えてないけども、うん、そしたらちょっと具,お具合の関係で日本へ帰られた後だなったんで<ー>お見舞いに行く機会はとうとうなかった<ー>、えー、ただしその後東京で、えー、一度まあ私が辞めた時にすごくこう優しくしてくれた一人がですね実はその、えー 秀夫さんって森田家の長男の方で、はい、あの今でも仲いい,いいんですけど、うん、彼が「今日親父の誕生日の会やるから行こうよ」っておっしゃんで、ちょっと待ってください <laughs> 私は悪人ですよ」と「ねっ <laughs> <laughs> 秀さんとかいろんな人がいるところにね <laughs> のこのこ出ていけないから」ってっ <laughs> いいから来いよ」って言われて一度だけそういう意味ではお見舞いというかご挨拶に伺ったことがあって。 森田さんこう体ご不自由で座ってらしてその前にみんなご挨拶に行くんで私も「お世話になりました阿川です」って申し上げたら突然ですね私の手を握られて「知ってる知ってる」っておっしゃってすごいそれで「私も阿川です」っておっしゃっですって 知ってる知ってるとおっしゃるから何言っていいか分かんなくて、うん、でママ泣きながら森さんも泣きながら手離してくれないですよ<ー>でしばらくそうしてた覚えがあってそれが最後になったんですね、うん、最後に阿川さんにとって森田明生さんとはどんな方でしたあの、うん、こういう生意気な人間ですからでしかもなんか 一生忠誠を使う誓うというようなことをしてないね、うんえー、問題のある人間ですから入社して2年ぐらい経つとだんだん増長していくんですね <laughs> <laughs> 生意気なことを言う雰囲気もあってね、えー、生意気になっていってから森田さんの欠点とかいうのをね、えー、みんなでガンガン言ってましたよね、えー、それでそれも割に自由だったんだけども。うん で私は森戸さんがおやりになっていることでも多少疑問に思うことがあって例えばそのなんかこのマネジメントスタイルって森家の作り酒屋だった頃の15代の旧左衛門の理想的なあの、うん、女王つまりそこの経営者と番頭と、うん、から。 バントンの下の手代みたいなのとなあの普通の人たちでファミリー経営をしてるっていうの、うん、このこのコングロマリットになって大きくなったソニーでやるっていうのは無理なんじゃないかと思ったりとか、うん、アメリカに対してそのアメリカの経営者ダメだダメだって言ってるアンチテーゼが日本のファミリー的な経営で出身雇用とか意外に新しいことをやる割に。 企業哲学はその家族経営みたいな伝統的な、伝統的な、うんうん、ところめの昔に帰るみたいなところがあって、うん、その何代にもわたってそれが続くような雰囲気があるんですよね、うん。で、私はアメリカにすっかり影響されてるから、わりそこら辺クールだったんで、うん、そのそれを批判したりいろいろしてたんですよ、うん。 で年を取るにつれていやそれはそうだったかもしれないけどもやはりあの人は私の全ての出発点だと思いますね。というのはねなん,かなんか言いながらですよ入れてもらった <laughs> でなんかやったことないことやらせてもらってロースクールまで行かせてもらってその。 政府間というかその民間の外交みたいなこととかやったことのないことをやってロイヤーとしてあるいは学者としてあるいは物書きとしてアメリカについていろんなことを書き出したきっかけっていうのはね全部ソニーなんですよね。うん、で森田さんに影響を受けた人ってそこら中にいっぱいいるかもしれないですけれども。 私は不敵な一人としてね大して偉くなってもいないけれどもその少し遠いところから森田さんという人間森田さんを観察してて僕は森田さんという人はみんなが思うよりよほど複雑な人だと思っていてでいろんなことを冷静に考えながらいつまでも若い理想を持っている超楽観的な でそういうところをみんな何であんなこと言うんだろうなとかなんとか思いながら気が付いたらもうそれから出発してるんだなって思いますね。